豆知識。早口言葉でおなじみの東京特許許可局、東京特許許可局、その許可局は実在しないんですよ。特許を出すのは特許庁なんでね、特許許可局っていうものは、まあ、ありませんと。まあ、こんな感じでね、本当はないのに、まあ、みんなが言ってるうちに実在してるんじゃないかと錯覚してしまうことってたくさんあると思うんですよね。あなたは本当に実在していますか？最後なんか違うな。はい、皆さんこんにちは。スターディーの河野玄斗です。今回はですね、前回説明したマクローリン展開を使って、オイラの定理、そしてそこから導かれる世界一美しいと言われている E の i π 乗プラス1イコール0。これをね、証明していきたいと思います。いや、本当に E の i π 乗プラス1イコール0、美しいんですよ。どれくらい美しいか。先日ですね、とあるアイスのウェブ CM に出させていただいたんですね。で、そのウェブ CM の中で、食べたアイスにキャッチコピーをつけると。で、そのまあ一応趣旨としては、そのキャッチコピーに AI が点数をつけてくれる。で、そのみんなもキャッチコピーをつけて楽しんでみてくださいといったものですね。僕もキャッチコピーをつけまして、まあ、アイスを食べましてですね、それでつけたキャッチコピーがこちら。 E の i π 乗プラス1イコール0、計算し尽くされたみんなが愛したアイス。これでですね、100点だったんですよ。まあ、そこにいたアイスの関係者たち全員が、いや100点は見たことないっすねと。デモで何個かまあキャッチコピーつけてみて点数つけてみたんですけど、100点はね全然出ないっすね、言ってて驚いてましたね。AI お墨付きの美しさなんで、美しさは保証されています。ということで、その式実際に証明方法見ていきましょう。それでは背伸び。ちょっと背伸びな高校数学第1弾、今回はオイラーの方式で、その数学史上最も美しい定理 E の i π 乗プラス1イコール0、これをマクローリン展開を使って証明していこうと。そもそもこの E の i π 乗プラス1イコール0、何が具体的に美しいのっつったら、この登場人物 E、I、π、あと1と0ですね、こいつらがそれぞれ別の領域で定義されているということに美しさがあるんです。具体的に言うと、 π は円周と直径の比、 i はルートマイナス1、 e は1プラス x 分の1の x 乗、この x を無限に飛ばしたもの。こうやってその背景がそれぞれ幾何学、代数学、解析学とそれぞれ別の学問体系から定義されたもの、それで定義された3つの基本定数が乗法の単位元である1、加法の単位元である0、これを通してつながっているということにその美しさがあるんですよ。美しい。で、この E の i π 乗プラス1イコール0、実はこれ自体にはそこまで意味がなくて、オイラーの公式、まあ、これが超重要、はい、めっちゃ重要。このオイラーの公式、E の ix 乗イコール cosx プラス isinx、 こういった公式があって、これの x イコール π の場合を代入したときにこの定理が導かれるということなんですね。なので、まず E の ix 乗イコール cosx プラス isinx、 このオイラーの公式をまず導いて、それで最後 x イコール π 代入して定理を導くという順番で説明していきます。で、このオイラーの公式証明方法は、まあ、とりあえずマクローリン展開を使う方法、あと別動画では使うんですけど、高校数学で瞬殺する方法があるので、またの機会でお話しします。今回はマクローリン展開、前回の復習になりますが、マクローリン展開は、まあ、任意の関数 fx を x イコール0周りで展開、すなわちまあこういった多項式で表すことでしたね。で、具体的に見ると、x の n 乗の係数を求めるために n 回微分して、その過程で指数部分 n から n の階乗が降りてきて最後に0を代入すると、こういったものでしたね。ということで、早速登場人物 e の x 乗 sinx cosx、 これをマクローリン展開してみましょう。まあ、ここで動画を止めてみて自分でやってみてもいいかもしれません。はい、じゃあ実際見てみると、e の x 乗は前回言った通り、何回微分しても e の x 乗なので f0、f'0、fw'0、 これらが永遠に1と。一方 fx イコール sinx だった場合は、微分すると sinx cosx minus sinx minus cosx、 この繰り返しになるので x に0を代入すると0、1、0、-1、 この4つの組み合わせ繰り返しになります。で、同じように fx イコール cosx の時はこういうふうに変わるので
x イコール0を代入すると1、0、マイナス1、0、この4つの繰り返しとなっています。そのことからこの e の x を 3x コサン x をマクローリン展開するとこんな感じになりますね。まあ、すなわちこの1、1、1、1がここの1、1、1、1に対応してて、で分母はこの n の階乗、1の1、1の階乗、2の階乗、3の階乗で 3x のところも0、1、0、マイナス1がそれぞれ定数項0、x の項が1、x2 乗が0、x の3乗がここにマイナス1、x4 乗が0、x の5乗がプラス1。で、この分母の部分がまた n の階乗と対応していると。で、cos x も同じですね。1、0、マイナス1、0。だから1、で、x が0、x2 乗がマイナス1、x3 乗が0、x4 乗がプラス1。で、分母が n の階乗。まあ、こんな感じでマクローリン展開できると。ということで、e の x 乗 3x コサン x はこのような形になるということが分かりました。で、この結果はもう覚えちゃってもいいかもしれませんね。で、今回は実はオイラーの公式、登場人物 e の ix 乗なので、この e の x 乗に x イコール ix を代入してあげると。そうすると、まあこんな感じになりますよね。x に ix を代入しただけです。で、この公式を実数部分とこの i、虚数部分に分けると。具体的にはここの奇数番目の項っていうのは i を偶数個含んでる、 ix の2乗とか i を偶数個含んでるので実数になると。こんな感じで実数部分に行くと。一方で偶数番目の項は、まあ、ix だったり i の3乗だったり i の奇数乗になってくるので虚数部分に対応すると。でこれをよく見てあげると、まあ気づきますよね。cos x プラス i sin x になってるんですよ。はい、これで証明終わり。 e の ix 乗イコール cos x プラス i sin x、 このオイラーの方式を証明できたので、この x イコール π を代入すると e の iπ 乗イコールマイナス1、すなわちこの e の iπ 乗プラス1イコール0が示されたと。はい、終わりです。で、e の ix 乗イコール cos x プラス i sin x、このオイラーの公式がいかに嬉しいかということを、まあ、軽くその片鱗だけでも紹介すると、まず複素数っていうものを、まあ、おそらく高校範囲では z イコール r コサインシータプラス i サインシータ、 r が大きさでシータが変革ですよね。このように表していたと思うんですけど、一応 r が大きさ、これを r の e i シータ乗とこのように置けることがわかるんですよ。ね、コサインシータプラス i サインシータは e の i シータ乗なので、でこれがイケてるんですよ。まあ例えば複素数の積、まあ例1として2つの複素数があったときに、まあ要は大きさが r で変革が θ1 の複素数はこのように起きる。大きさが r に変革が θ2 の複素数はこのように起きると。それらの積を取ってあげると r1、r2、e、当然指数部分は足し算になる。これって大きさがその元の複素数の大きさの積で、この変革部分が合計になっている。これってまさに三角関数の加法定理に対応していたという話。これと全く同じことがこれで一発で見てわかるんですよ。指数部分の足し算っていうものが変革の足し算になっているということなんですね。これでもう複素数をかけるっていうことが大きさの積と変革が足し合わされる。こういった意味がすぐわかるようになるわけですね。で、これが次回なんですけど、まあ、これを使うと i の i 乗だったりログ i、 こういったものが簡単に求められますと。ということで次回こういった新しい世界に飛び込んでいってみましょう。はい、それではまた次回。